ということで、2013年 WBC、ベスト4だったんですけどね、これが、優勝するためにはどういうメンバーを揃えたらいいのかということで、今回ねちょっとやっていきますけども、基本的には僕個人的にはこのメンツで揃えたいなと思います。黒田投手とかね、上原投手とか、和田投手とかが、メジャーに行っていて、そこが使えないというところなんですけども、基本的に今いる日本人のメンバーで、組むとしたら、まあ、こういう形にはなるのかなと思います。削れるところは削れますね。ここにちょっと書いちゃいましたけど、この時期も確か藤川投手ていなかった気がするんですけど、まあそれについてはまた、話していきますけどね。第一先発はもちろん田中将大投手、前田健太投手ということで、ここがちょっと違うところ。第一先発に相手スリーチ投手と内海投手を持ってくるということですね。第2先発、摂津投手、大隣投手、吉川光雄投手、沢村博一投手、で、かっこ牧田和久投手ということで、まあ、これが、まあ、第2先発になりうるのかなと思います。本来では吉川光雄選手投手って入ってなかったですね。ここに持ってきたんですね。これが本来の日本代表とは違うメンバーかなと思います。そして全然選ばれてなかったんですけども、中継ぎの方でいきましょう。山口哲也投手はそのまま、武田久志投手ですね、日本ハムのクローザー、増井宏投手、こちらも日本ハムかな、当時は日本ハムですね。そして浅尾拓也投手、落選落ちしたんですけど、落選する必要は多分なかったと思いますね。まあすでにちょっと衰えが来ていまして、ちょっと前世紀からね、数年経っちゃいましたけども、でもまだまだ、リリーフとしては全然活躍できるかなと思います。そして福原投手ですね、阪神福原投手、そして巨人西村健太郎投手、そして、個人的に、左のね、起用ということで山口投手がね、いるので、森福投手はちょっと落としましたけども、まあ、もし森福投手が上がってくるとしたら加賀剛選手 DeNA ですね、入れたいですね。そして薮田康彦投手、そして、青山浩二投手ね、楽天ですね。そして中日、田島慎二投手、この時もね、中日の抑えとして、頑張っていた田島投手をここに持ってきたというところですね。その他にはね、ロッテのね、成瀬投手ですとかね、いますので、まだまだこう入りきれてない部分っていうのはありますけどね。そして抑えには岩瀬仁紀投手ですね。まあ、岩瀬投手はね、もうこの時からもずっと抑えとして、もうバリバリで活躍してましたんで、岩瀬投手を選ばない理由はないだろうということでね。まあ、怪我とか、してなければっていうところなんですけど、あまり岩瀬投手って怪我って聞いたことないんですけどね。まあどっちかというと浅尾投手が結構怪我しがちでね、結構、な感じがしますけどもね。はい、ということで、まあ実は31人なんですよ。ただこれに関しましては、いろいろ削れるところはありますんでね、その辺は削っていけたらなと思いますけどね。キャッチャーは3人ですね。阿部選手、そして住谷選手は一緒なんですけども、島選手ですね。2013年、まあ、楽天が優勝するということなんですけども、まあ、2012年なんでね、2012年の結果を経てってところなんですけども、個人的には島選手をちょっと選びたいかなと思います。そして内野手に畠山選手ですね、ヤクルト。そして内川誠一選手、まあ、ここは個人的に削ってもいいかなというところ。そしてセカンドには中日荒木選手、日本ハム田中健介選手、まあ現役ですね。田中健介選手が選ばれてなかったんですけども、これがちょっとよくわかりませんでしたね。そして村田修一選手、これが落選をした理由よくわかりません。そして中村拓也選手、おかわりくんですね。おかわりくん選ばれなかった理由もよくわかりません。そして岩田博一選手、結構打ってましたね。これは選ばない理由はないでしょう。そして坂本選手、当時はね、岩田選手、坂本選手、鳥谷選手、松井和夫選手、ショートの経験者が4人いるという、明らかに多すぎるんですよね。まあ、あっても1人、2人くらいかなっていうところですね。まあ、これをメンツで見るのであればね、まあ、このくらいのメンバーになるのかなとは思いますけどね。そして外野手は4人ですね。まだ結構候補とかいるんですよ。大島選手、これ、落選し落ちしてますけども、肘沢選手のね。落選落ちするっていう理由はないと思います。そして雄平選手に三郎選手ですね、長野選手とかもいるんですけども、まあ長野選手というよりはコンパクトにね、というところからロッテの三郎選手、まあ当時全盛期ですからね、三郎選手を選びました。あと同じくロッテのね根本選手とかもねこの時やってたりとか、あとは DeNA の荒波翔選手、三塁打製造機ね、このあたりをね選びたかったんですけども、まあまとまり感というかですね、総合力的な判断をすれば
まあ、1番での起用が、ね、高い大島選手ですね。まあ、基本的にここは大島選手が軸になってきますし、あと走力は、ね、このチームは必要になってくるのかなと。困った時には、ね、足の速い選手というところで、個人的には、ね、辻監督理論から肘沢選手9番起用、これが見込んでおります。そして雄平選手、三郎選手ということで、まあ、これは、状態次第ということで、クリーンアップでの起用が個人的には、ね、ありますかね。はい、ということでスタメンの方も一応ね見ていきますと、1番にレフトに大島選手、まあ、三郎選手でもいいのかなと思いますね。そしてやたらと言っていました井端選手はもちろん2番で、2番ショートあるいは指名打者。坂本選手はバックアップ的要因だと思いますね。3番にライト雄平選手、三郎選手でもいいかと思います。そして、本来であれば4番にキャッチャー阿部選手が来てますけどね、まあ、ここで選んでいるというところでいくとね、まあ、一番4番らしい4番っていうのはおかわりくんなんじゃないかなと思います。4番指名打者中村拓也ということでね、これの4番って感じですね。そして5番キャッチャー阿部慎之助選手、5番に阿部選手ですね、6番サード村田修一、そして7番ファースト畠山選手、8番セカンド田中健介選手、そして9番センター肘沢選手で、一応外野手4人なんですけど、田中選手もね、田中健介選手も外野守れますし、結構ユーティリティなんですよ。なので田中健介選手がここでいうユーティリティ枠なのかなと思います。で、31人から21人ですよね。削るとすれば、まあ、内川選手、まあ、いてもいなくてもっていうところでもありますし、あとピッチャーのところですね。まあ、中継ぎがちょっとね明らかに多すぎるので、これは2人くらい削ってもいいのかなと思います。まあ、藤川球児投手が出られるかどうかはちょっとよくわからないですし、そこもあれですし、まあ、まあ、これは本人のねあれかもしれませんけど、福原投手とね西村健太郎投手とかもね、まあ、ちょっと削ってもいいのかなとか思ってたりもしますけどね。まあ、中継ぎがちょっと薄くなってきそうな感じするんですけど、まあ、そのあたりはね、あれですけどね。スタメン野手についてはほとんど削るところはないのかなと思います。まあ、削るとしたらねまだちょっと実績がね、浅いというところで島選手、住谷選手あたりが1人消えてというところになるかもしれませんけど、まあ短期決戦ですからね、キャッチャー3人は個人的には必要ないのかなと思います。阿部選手がこの時はね、バリバリキャッチャーとして頑張ってましたからね。あと相川選手をね選んでましたけどもね、まあ、相川選手というよりは、まあ、阿部選手の方がっていう感じなんじゃないですかね。で、まあ、リードの部分とかで考えていくと住谷選手とか、島選手とかがっていうところですかね。まあ、そこが軸になってくるのかなとは思いますけどね。で、ファーストでね打撃打力をね重視、あと守備もうまいんですよね、畠山選手ね。で、あのダイソー4位とかね守備固め4位として荒、まあ、木選手がいたり、まあ、田中健介選手もね内野いろいろ守れますし外野も守れるというところもありますから、そこもね、考慮してということで、考えております。まあサードも守れますからね。なので村田選手に守備固めのところで田中健介選手が行ったりとかということもできますし、セカンドにね荒木選手が入ればね、進む話ですからね。まあ、これがコンパクトに決められる打順なんじゃないかなと思います。ということで、まあ、個人的にパワープロとかねよくやってますけども、パワープロがよくやってる方からすれば2013年このメンバーだったらおそらく優勝できるんじゃないかなと思います。個人的な、見立てとしましては、大島選手がヒットで出て、ここでまず盗塁ですね。当時の大島選手はすごく俊足です。今よりも足が速いですね。安打製造機、龍の安打製造機、大島洋平選手が塁に出て、井端選手がね非常に打ってましたからね、ここはつないでということで、まあ、雄平選手は何でもできそうですね。ここに三郎選手が入ってもいいです。当時の雄平選手、三郎選手は足もね、ありますから、まあ、ダブルプレーはないだろうと。なので、得点圏にこうまたランナーを置いて、あるいは満塁になる可能性もありますよね。そのための4番指名打者中村拓也選手だと個人的には思っております。中村選手ね一本期待というところですね。で、ここで返せなかったものを阿部選手がねしっかりランナーとして返ってもらうと。で、6番でまた村田選手に1本期待して、畠山選手にも一発期待できますよね。で、田中健介選手、ここにも好打者を得てますから、8番9番からまたチャンスを作って上位に回していくっていうのが、まあ、個人的な理想的な打順かなと思います。ということで今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。